ヘイリー・ニコル・ウィリアムスは、アメリカ合衆国のシンガーソングライターであり、ロックバンドであるパラモアのリードボーカリスト。身長157センチメートル。アメリカ合衆国の南部にあるミシシッピ州、ローダーデール郡のメディディアンで、アイルランド系、スコットランド系及びドイツ系の血を引く家系で生まれた。母親は、教師のクリスティ・ウィリアムスと、父親は、ジョイ・ウィリアムスである。 エリカとマケイラの二人の妹がいる。熱心なキリスト教徒の一家であり、幼少期は主にメリディアンで育った。非常にシャイな子であったが、歌が好きであり、地元の教会やバス停でよく歌っていた。同じ時期に両親が離婚し、母親に引き取られる。やがて母親が再婚し、新しい父親と暮らした。義理の父親に対しては、複雑な感情を持っていた。13歳の時に、 国境メリディアンを離れ、テネシー州、フランクリンに家族と共に移った。この頃、すでに作詞や作曲をしていた。その傍らフランクリンにある私立学校に通った。2002年、学校で運命的な出会いをした。後にパラモアのメンバーになるジョシュ・ファンロとザック・ファンロ、兄弟との出会いである。お互い意気投合し、地元ファンク、カバーバンド、ザ・ファクトリーを結成。 そこでジェレミー・デイビスが新たに加入した。すでにウィリアムズの歌声は世間に広く知れ渡っており、それは街中で絶賛されていた。ほどなくして2003年14歳の時にナッシュビルでアトランティックレコードと契約した。アトランティックレコード側はウィリアムズをソロとしてデビューさせようとしたが、ウィリアムズはこれを強く拒否した。あくまで バンドとしてのデビューに最後までこだわった。結局、アトランティックレコードではなく、ウィリアムスは、フュエルドバイラーメンで曲をリリースすることにした。ともあれ、ジェレミー・デイビス、ジェイソン・バイナム、ジョシュ・ファンロお及びザック・ファンロで、ロックバンドであるパラモアは結成された。2007年、ニューファウンド・グローリーのミュージックビデオ、キスメに参加。2007年、イギリスのロック専門誌、ケラング、 における読者投票で最もセクシーな女性歌手部門でエヴァネッセンスのエーミー・リーと1位及び2位を争った。結果に出会った。翌年の投票においては1位だった。2008年前の義理の父親が幼少期の私物品をネットオークションに出品する騒ぎが起きた。これに対して強い怒りを表明した。ウィリアムスがソロでミーガン・フォックスが出演している映画。 ジェニファーズ・ボディのためにサウンドトラックを提供した。とはいえ、ソロ活動については強く否定した。2010年、ウィリアムズ・トラッパーの B.O.B. がエアプレーンズをリリースした。そのシングルは全英シングルチャートで1位を獲得するなど、世界中で記録的な売り上げを達成した。エアプレーンズ・パート2ではラッパーであるエミネムとも組んだ。年月、 ウィリアムスのトップレス写真がツイッターを介して流出する事件が起きる。ウィリアムスによればハッキングされた。しかし真相は今もって不明のままである。2010年12月、長年にわたって共にしてきたファロ兄弟がバンドの運営と体制における不満により脱退を宣言した。二千十一年三月、未曾有の被害をもたらした東日本大震災において、 ウィリアムスがいち早くツイッターでコメントを出した。ネットオークションに以前使っていたギター、アクセサリー、シャツ、ズボンをはじめその他多数の衣装や楽器を出品した。これらのオークションにおいて得られた収益金はすべて被災者のために赤十字社を経由する形で義援金として寄付された。2015年5月には歌手テーラー、スウィフトのミュージックビデオ、 バッド・ブラッドに出演している。2020年5月に初のソロアルバム、ペタルズ・フォー・アーマーが発売された。ニューファウンド・グローリーのギタリストであるチャド・ギルバードは元夫である。趣味はビデオゲーム、映画鑑賞。東京で開催されたロックフェスティバル、サマソニではパラモアと共に演奏し、ブラッド・ザ・ラスとバンパイアのサヨのコスプレを披露した。注意欠陥。 多動性障害である。ありがとうございます。